普天間基地の移設問題で県外移設を主張する社民党は、重野幹事長が党の職員らおよそ100人を引き連れて、現在の日米合意で移設先とされている沖縄の辺野古地区などを視察しました。今回の視察には重野幹事長と渕上副党首、それに社民党の地方組織の幹部らおよそ100人が参加しました。日米合意で普天間基地の移設先と決まっている名護市の辺野古地区をはじめ、岡田外務大臣らが移設の可能性を模索する嘉手納基地、そして普天間基地を今日一日駆け足で見て回りました。総理も含めてですね、本気で、県民が言うようにもう沖縄から出て行ってもらいたい、やるんなら当該でやってもらいたいという、その切実な叫びっていうものに本当に耳を傾ける気があるのかどうなのか。明日には鳩山総理と中山知事との会談も予定される中で、普天間基地の県外・国外移設を主張する社民党は、大規模な視察活動などを通じて一歩も譲らない姿勢をアピールする狙いがあります。